フィラデルフィアアスレチックスここでは1882年から1890年にかけてペンシルベニア州フィラデルフィアを本拠地としてアメリカンアソシエーションに加盟していたフィラデルフィアアスレチックスについて記述する1882年のアメリカンアソシエーション創設に合わせて球団が設立されチーム名は1876年までフィラデルフィアを 本拠地としていた球団の名前をそのまま受け継いだ。1年目は、当主サム・ウィーバーが26勝を挙げチームは3位。翌1883年シーズンは、1871年からプロとして投げていたベテランのボビー・マシューズが30勝13敗と活躍。攻撃では、ハリー・ストービーが14本塁が110得点の活躍を見せ、チームは創立2年目で、 アメリカンアソシエーションを制覇した。マシューズとストービーは、この後1885年にも3年連続の30勝と、通算3度目の最多本塁打の活躍を見せた。1886年以降はマシューズに代わって1887年に、デビューしたガスウェイ・イングラが、主力投手となり、打つ方は三塁手のデニー・ライオンズ、外野手のヘンリー・ラーキンらがチームを牽引した。 1889年にはストービーも副長、同年に19本類が、152得点、119打点と活躍したが、チームはブルックリン、セントルイスの2強に迫ることができなかった。チームの転機となったのは1890年で、この年創設されたプレイヤーズリーグへ、チームの主力だったヘンリー・ラーキン、ハリー・ストービー、ガス・ウェイングラが移籍してしまう。 またプレイヤーズリーグ創設は残った選手の年俸にも影響を与え、アスレチックスは年俸高騰によりシーズン中も主力選手を次々放出してしまい、同年9月16日以降チームは21連敗を喫してシーズンを終えた。この年限りでチームはリーグを脱退、プレイヤーズリーグのフィラデルフィア・クエーカーズに吸収合併された。しかしクエーカーズの方は、 プレイヤーズリーグが1年で破綻したことで行き場を失ってしまい、翌1891年に再びアスレチックスを名乗ってアメリカンアソシエーションに加盟し直すことになる。しかしこの球団もアメリカンアソシエーション解体により消滅した。その後1893年に発足したチームが1901年にフィラデルフィアアスレチックスを名乗ってアメリカンリーグに加盟した。これが 現在のオークランドアスレチックスである、球団記録打撃記録投資記録、ありがとうございます。